ゴルフスイングはボールから目をそらさないといけないです。あのレッスンは嘘ってこと？そうっす、もうデタラメに過ぎないですね。マジ？そうです。だから下半身指導になるってこと？そういうことです。見えるんですよ。見えるってことか。そういうことです。はい、皆さんこんにちは、テケテケゴルフチャンネルの桜井です。今日も先輩よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、はい、めちゃくちゃ大事な大事なレッスンを、おレッスンというか内容ね。内容ですか、うん、はい、なんすか。頭を動かさないとは何か。うわ、まあね、俗に言うね。ま、確かによく言いますね。よく言うじゃん。はいはいはい、はい、でも結構、うん、頭を動かさないってよく雑誌とかでも書いてるけど、結構動いてるし。確かに、うん、やっぱり動いてますね、うん、やっぱその真相をやっぱりこう勘違いしている方もいっぱいいらっしゃると思うんで、はい、ちょっとそこの真実をね、うん、正午なりのやっちゃいますか、ああ俺なりのいつものいつもの正午なりので真相で、ね、真相でちょっとお願いしていいですか。もちろんです。お願いします。いやでもめっちゃ言いますね。いいですよね結構ね。ボールずっとこうボール見とけとか。はいはいはい、うん、やっぱ僕はダメだと思ってて。ほん、まあ、先輩どう思います？んー、まあ、まあまあさっきの言い方からしたらダメ。ダメだよね。ダメ、ダメですよね絶対ダメだよね。なんでダメと思います？いやだって、はい、あの動かせなかったら、うん、完全にこう体が回らない。なるほど、うん、こうこのまんまでボールずっと真上を見とけとか言うと、うん、そうですね、ここら辺でロックかかっちゃいますね。そうロックかかっちゃって、でこのまま回転するからぎっこんバッターみたいな。ああ、こういう感じになるんですね。そう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 。で、次はこうなります。そう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 。さ、分かってますね。いや、ありがとうございます。さすがですね。いやいや、いつもあの、翔吾さんの近くで。いやいやいや。こうやってちゃちゃ入れてるんで。まあ、この辺のレッスンプロだったらそこで終わるんですよ。あ、出たっていうな、これ結構ね、アンチ来るんで、たまにコメント。ああ、なるほど。そういうことを言いなさんになって。ああ、言いなさんなとね、はいはいはい。まあでも本当にその通りで、うんうん、やっぱこう、ボールをずっと見て、はいはいはい、やっぱこう、体回転ってことは、やっぱこう、ね、後ろに引っ張られる。うん、ね、後ろにこう引っ張る、かかと気味に、やっぱ乗っていくじゃないですか。はいはいはい、だから、頭がこの場所だと、前傾してる分、体、ここ曲線描いちゃって、はいはいはい、やっぱこう、うんうん、ぎっこんバッターになっちゃうっていう。なるほどなるほど。でこれでまあそれはやっぱり一番のやっぱいけないところだと思うんですよ。そうだよね。でやっぱその、うん、やっぱスイングのもとで、うん、やっぱこうこうなるじゃないですか、はいはい、こうなった時の一番のここからの起こりやすい現象って何と思います？伸び上がり。伸び上がり、なるほど。これでもなんで伸び上がります？これって重心、体重が左に残ってるから。残ってるから結局、うん、下ろすところが、いや左に踏み込めない。あ、こういう感じで逆にもう。なるほどなるほど、うん、そうっすね、うん、やっぱ結局やっぱ右左というか右に乗って左にやっぱ踏み込みたいけど、はいはい、テイクバックした時に、うんうん、こうやって、ね、曲線描いて入っちゃうから、うんうん、こう行きたくても行けないですよね。行けないよね。でもこれやっぱなんでいけないかって言ったら、うん、上と下が一緒にこう動いちゃうんですよね。ほう。だからまあどちらかって言ったら若干こう突っ込み気味に、まあ、先輩が言うように左足の上にあるから、はいはい、もうここで突っ込んでる状態を作っちゃってるんですよね、トップで。なるほどなるほど。だからそこから、ね、はいはいはい、いくらこう下半身し突っ状態が突っ込んでるから、はいはい、残しましょうって言っても、はいはい、やっぱ一回こっちにかかっちゃってるんで左に詰まった状態でこんな感じでやっぱこう伸び上がってしまう。なるほどっすね。原因になるじゃないですか。はい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 、でテイクバックしてやっぱりこういっちゃうですね、うん、突っ込んでやっぱ上から来ちゃうというか。そうで、はいはい、やっぱこういう方にはじゃあ何したらいいですかってなったら、うん、やっぱ状態が突っ込んでるから、うん、もうちょっとこう下半身から早めにこう動かしなさいとか、うんうんうん、で言う方もいると思うんですよ、うんうん、でもこれってもう、まあ、間違いなんですよね。なるほど、はい、やっぱその正しい形っていうのってやっぱ切り返した時に下半身からまずこう動いて、うん、で体が動いてきて頭残って腕が、はいはいはい、っていう感じが一番
ベストじゃないですか。そうだね、でも、うん、切り返した時にそういうこと考えても、うん、まずそのなんていうのかな、動きにはならないじゃないですか。あ、まあまあまあ難しいよね、はい、そうなりたいんであれば、うん、前の箇所をそうしとかないといけないっていう。なるほど。結構僕そうやって伝えますけど、はいはいはい、た時にじゃあ頭残さずに、はい、まあ、我々が思ってるちょっとこう頭を横にずらす、はいはいはい、ずらしながらトップ作りました、はいはいはい、た時にこれまあもうブロックで例えればいいです。ブロック、うんうん、ブロックとベルトから下が1個のブロック、ほうほうほう、でベルトから上が1つのもう1個のブロック、もう1個のブロック、うん、た時に頭残して回転しましょう、スイングしましょうって言ったら、はいはい、一緒ですよね、場所。あ、確かに。上と下のブロックが一緒です。どっちかしたら、うん、一緒に動いてる。もしかしたらこっちに傾く、うん。でも、ここから切り返せって言ったら、一緒に動いてるように見えるだけなんですよ、画像からしたら。なるほど。そう。じゃあ、これを頭を動かしてスイングしましょうって言った場合に。おお、全然違うね。わかります、うん、ここの下のブロックはその場に基本こう流れてはいけないんでいます、うん、でも頭がこっちに来てる分上のブロックがちょっとずれを起こしてくれるんですよ。なるほどなるほど。上と下の積み、まあ、ブロックですね、うんうん、これがそのまんまだとこうやって回ってるから意外と変わってない状態、うん、全然。でもこれが頭を動かしましょうって言ったらグーってきたらちょっとこうずれてくるんですよ、うん、ちょっとずれるね。そう、うん、この状態が、はい、切り返しからの下半身始動の画像を作ってるのと一緒なんですよ。はだからテイクバック頭を動かすとちょっと分かりましたよね。いやだいぶここの場所と、うん、この状態の場所がちょっとこうずれましたね、うん、この形さえ作っとけば、うんうん、勝手にここから下半身始動しましょうって言ったらこういう画像ができます。あ、確かに確かに。でもこれが頭を残すと、ああ、そう、全然。ここからいくら下半身始動とか上が突っ込んでるから上を止めなさいって言っても下と上が一緒の場所のボックスにいるからそっち行けないんだよね。いや、もう行けないんですよ。行けないよね。そう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 、物理的にね。そう、だからやっぱスイングも良くなるためにもあるし、うん、こう切り返しからこうとかじゃなくて、はいはいはい、切り返しから下半身がこうやって先に入ってきてからだから後からこう来るっていう、はいはいはい、ああめちゃくちゃプロみたいに下半身指導してますよね、うん、っていうのはやっぱトップで決まってるんです。なるほど。じゃあもう明らかにもう下のブロック、うん、まあ、黒のブロックと上の赤のブロックがある程度やっぱトップにいた時にちょっとこうずれないずれないといけないってことだよね。赤いブロックがちょっとこっちにずれ、うん、はいはいはい、でずれるからトップで切り返しの時もこうずれて入ってきますよっていう、はいはい、そういう理屈、理屈です。そうするためにはやっぱ若干頭の位置というかを右にちょっとこう、あ、まあ頭ですね、うん、頭がちょっとこっちに来るぐらいじゃないと来ないって。なるほど。ってことはやっぱりちょっと動くっていうのが正解ってことですよね。ただ、うん、下半身は動かない、下半身は動かない、こう動かない。なるほど。関心はその場に置いて頭と、まあ、よく左肩はちょっとこうこっちに動くっていうのがベストですね、うん、位置的にはバックスイングで上げてトップの形になった時に頭の位置っていうのは大体、はい、できれば右膝の上ぐらいまで来てるといいですね。右膝の上、ああこのぐらいですね、はい、イメージ、イメージ、なるほど、このぐらい着とってもいいですね、うん、多分このぐらいに収まるんですけど、うん、だから頭のイメージは横の動きですけど、はい、これ横の動きでも体は横に動かないんで、そうだね、これは俗に言う杖、うん、でも体っていうのは後ろに引っ張られる動きがあるんで、うん、頭こういうイメージしてても体引っ張られるからここぐらいまでしかならないっていう。なるほど。だからみんな取ったら分かると思うんですけど、うん、そのじゃあ頭ちょっと右に動かしてスイングしなさいと、うんって言った時に意外と動いみんな見せて意外と動いてないねってなるじゃないですか。あれ動いてないよね。そうそう、意外と動いてないんですよ、うん、動けないんだよね。そうす、だから、うん、そのぐらいの意識とかイメージがあった方がいいのかなって思いますね、うん、しっかりね鏡でそう自分のね頭の位置を確認できるから、はい、そう右のだから頭を動かすことがいろんなところが良くなってくるね、うん、うん、確かに確かに。ここからね、やっぱいい形ってこういう形じゃないですか、うん、こうバーンっていう形ですけど、はいはいはい、ここから
このトップから、いやちょっと難しいですね。え、どうするんやろ。どうするんやろで、どうするんってなるよね。いや、ボキって言ったぐらいです。ボキってたもんね。なら、まあジュニアとかこう来とってもこうやってポーンってできるかもしれないですけど、この形取るんだったらこの形を作っとった方がいいですよね。なるほどなるほど、こういう形を。それも切り返しからも一緒、そんなに頭を動かさないで右に残しとくって感じぐらいの方がいいですね。の方がいいんだ。絶対こう入るんで、はいはい、左の回転が速いんでゴルフはバーンって、やっぱ若干この上でもこう回ってくるっていうイメージを取っとったぐらいでちょうどいいですね。ちょうどいい感じになる、はい、なるほどっすね。いや確かにそれは分かるね。だ結構ね、アマチュアの人ボール見ときなさいとか、うん、あ、こうなっちゃう、結婚バッターに、結構ちっちゃいスイングでも一緒フィーリングは、アプローチから、まあ、例えば、まあ、でもアプローチはやっぱ直接入れるし、そんなに振らないんで、バーンって振らないんで、ここにこの場にいてこのパチンっていうのでもいいですけど、やっぱね、ショットは振り幅が大きくなっちゃうとってことか。そう、ショットやっぱグワーってこう来て、グワーってこう踏み込んでくるんで、やっぱそこのトップに行った時に、まあ上半身、はいはい、黒い部分と、はい、上半身赤い部分がトップに行って、ちょっとこうずれないといけない、ズレを作る画像を作っとかないといけない。なるほどなるほど、っていうことですね。これはちょっと分かりやすいですね、2色で、まあこれはっていうかいつも分かりやすいですけど、ね、そうでございました。そうそうそう、うん、そうでございました。びっくりした今、大丈夫ですか、久々の撮影であれなんじゃないですか。あ、大丈夫大丈夫、ちょっと寝ぼけてないですか、大丈夫ですか。いや大丈夫だよ。あ、です、うん、おびっくりした、もうちょっとディスりたいなと思って、これはって言ってびっくりした。なるほど、まあ、そういうことですね。分かりました。どうですかこんなもんで。いやいやいや、まあいいんじゃないですか。いいですか、なんか、頭の上下運動はしないってことでいいってこと、切り返しから、沈まない方がいいとか。いや、やっぱり沈みますよね。沈むよね。はい、やっぱこう前傾してるんで、それはこうやって。そうだよね。ここにこういる人なんか絶対いないですね、やっぱこういう感じ。はいはいはい。プロとか絶対こう伸びないんで、この頭だいたい動画撮ったら分かります。アマチュアの方はここでこう回転した時にこのラインからちょっと上に行く、ちょっとこう上に行って、上に行ったらもうこう突っ込むしかないんで、上に行って残そうと思ったらこれ届かないんで、若干沈んどってこうすればこの軸でこう回れるから。なるほどなるほど。突っ込みも防止される。ちょっと沈む感じ。あ、ちょっと沈む感じは、はい、ありっちゃありだよね。やっぱありっていうか、もうしないといけないでしょうね。そうだよね。はい、やっぱこうそれで沈め、めちゃくちゃ沈むタイプもいれば、ちょっと沈む、浮くことは僕はあんまりないかなと思います。あ、はい、頭の位置がここでこうやって浮くのはでも、ちょっと沈んだ方が正解っていう正解っす、はいはいはい、感じで捉えてもらった方がいいの方がいいですね。なるほど、わかりました。はい、まあちょっとそういう感じでちょこちょここういうドリルをね、ドリル、次はドリルかな、なんか練習法、まあ、あれですね、そうですね、練習ドリルでもいいし、まあ、レッスン内容でもいいし、結構でも今日の内容は、みんな多分勘違いしてる人たちが多いの、多いと思うんです、ね、結構恥ずかしくて聞けないところでもあるじゃん、この題名って。頭っていうのさ、確かに確かに、それをちゃんと一回ね見直してクリーンにして、はい、その新しいスイングに、ね、そうですね、できていくと。了解です。いいんじゃないですか。じゃあぼちぼちですね。ぼちぼちです。そろそろ締めましょうか。もう締めじゃないですか。締めましょうか。はい。はい、てなことで、はい、じゃあ、しっかり皆さん、頭は動かしてください。動いていいってことです。言うて動いてないですから。ですね。はい。でもう結構動かしていいってことです。うん。しっかりトップが、かっこいいトップ作れると思うんで、はい。はい、よろしくお願いします。じゃあ、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。